次2段目いきますね。2段目はこんな感じになっておりまして、まあ、多少汚いんですけど、なんでかって言いますとね、こういう2段目前回ね、2段目に使ってたこういう容器を1段目に全部使ってしまいましたので、余ったのでやったんですよ、2段目は。だからこれもね、実はね、これはね、かぶせるこういうボックスだったの。なるほど。でこれもバラしたのね。これもこういうボックスだったんだけど、バラして使って、だから別にだから容器が全くなくて、なんで3段目にあったこういうボックスをばらした状態なんですけど、紹介していきますね。まずここ、あれこれどこにあった？でもこっちにあって、そうなんだ。これはね、イヤホンゾーン、これもイヤホンの耳のやつで、ここにイヤホンが入ってます。でここはね、もう本当に大きさがぴったりだったんで、これにしようと思って。特に意味はないんだけど、ドライバーがあります。ドライバーも何気にちょっと使うもんね。だよね。でここにね、空のケースがあって、これはね昔よく使ってたんだけど、はいね、奥にね、過去のね、プラバンの作品ですよ。ああ、これ前出てきたよね、プラバンがいっぱい。あとね、そう、これです、このシールは。シール？ああ、ああ、レジン。あ、そう、レジンでした。レジンね。そう、レジンが、学校のやつ固まってて、もう学校に持っていけないんですよ。なるほどね。もう使わないんでいいんですけど。あと、絵の具がね、いっぱい入ってます。そうです、やばくない？もうなんか自粛中ずっと作ってて、ね、もうでも自粛以来全く作ってないんだけど、懐かしい。今度作るかまた。で続いてはね、iPhone のね、容器です。これはもうただただもう容器を取っといてるだけなんですけど、かっこよくない？このなんかツルツルした素材にさ、使わないけどね、使わないけどかっこいいですよ、なぜかね、本当に。よし、で続いてはね、これはここに入りきらなかった文房具たちを入れたんですけど、あるね。でもね、これでも捨てた方なの。捨てた方なんだけど、文房具はね、たまるよね。たまるんですよね。これも使ったことある、これも使うだろうなみたいなの全部合わせてね。もしかしたら、もしかしたらそうなるよね。なかなかね、もう全く捨てられなくて、はい。ね、あと次にね、この色鉛筆の36色の色鉛筆と、あとこれ透明のねクレヨンって言って、買ったね。こんな感じで、この透明なんです、クレヨンが。買ったよね、懐かしいよね。なんかずっとあって、全く使えないんですよ。多分これ自分のお金で買ったんで、あ、じゃあだよね。そうかな。なんかそんぐらい欲しかった。そう、1600ぐらいしたっけ？1600ぐらいして、本当に高くて、でも欲しくてさ、そう可愛いよね。透明なの超可愛いと思って。でもさすがにこれ学校に持ってくのもちょっとあれだなと思って、ちょっと家に取っといてます。はい。あとこれテープ、これはリボンたちですね。リボンがいっぱいあるね。片付けてたらリボンがいっぱい出てきて、しかも同じ色3色とかさ。あ、これ最近でいうクリスマスで、そう、クリスマスで3個買ってきちゃって、あとこれ白と、あとこれ水色、これリムの誕生日プレゼント巻こうと思ったんだけど、全く使わなかったってやつ。また何かにでも使えるよ。そう、使えるからいいんだけど、ついてますね。でね、これはこのねチェキのねフィルターなんですけど、1回も使ってません。はい。でもチェキはね、あんま使わないんですよ。最近使ってないね。もう携帯があるもんね。携帯があるからそうなんですよね。フィルムもフィルムでお金がかかるし。でね、これがね、じいじとね、水族館で、水族館行った時にお土産として買ったヒトデです。ヒトデって星じゃん。四方の反対は星なんですよ。なので星でということで、まあ3歳ぐらいで超小さくて、あ、星だーとか言いながら、これ可愛い星とか言って。そうなの？星で買いたかった。星で選んだんです私。そうなんだ。そう。四方の反対の星だって、あ、可愛い星ってなったんです。だって3歳だよ。3歳の時とかに買ったんで、あんま覚えてないんですけど、なんか水族館で。カレーを食べた気がします。いい思い出ですね、じいじとね。なんか子供セット、なんかお子様セットランチみたいな感じで、じいじと食べた記憶があって、でもまだ3歳ぐらいだったんで、ちょっとお子様でも大人の味がして、なんか食べたことない味だみたいな感じで覚えてます。はい。懐かしいね。懐かしいね。あとこれがね、チョークです。はい。ここにね、チョークで描けるんですよ。この。あ、ここですね。ここチョークゾーンです。今チョーク使ってないけどね。はい、そうですね。はい、チョーク使おうかなと思って。はい、チョーク置いてます。はい、以上です。はい、じゃあ勝たせるかな？元通りにできますか？私を甘く見ないでいただこうか。まあボックス、まあでも簡単な感じか今回は。私を甘く見ないでいただこうか。いや甘く見てるわけじゃないけど。だってさ、片付けられっかなとか言われたんだけど。もう私もう6年生なんですけど。まだです。5年生じゃん。うん、片付けられるかなとか言われたんだけど。3歳の頃より。うん、7歳も老けた。え？3歳の頃より7歳老けた？うん、この人手を買った3歳の時より7歳老けて10歳になった。老けたね、今10歳だよね。11歳だっけ？11歳だった。ひどいママ。ひどすぎる。あれ11歳でした。すいません。よっしょ。はい、じゃあ終わりで。次3段目いきますね。はい、3段目はもうあんま変わんないかな。変わんないですよ。3段目はさらっといきましょう。まずね、この辺がお金貯金箱でしょ。前もねあったもんね。あとこの辺紙でしょ。紙類なんか工作するために。でもなんかもう3ヶ月4ヶ月5ヶ月ぐらいずっと触ってない。これは工作マジでしないんで。でここコモさんグッズです。あ、これ前も見ましたね。前回もここ見ました。コモさんグッズはね残しとくずっと。これね、友達からもらった。友達のお母さんからもらったですね。あとこれね、なんていうの、漫画のなんか、なんていうの、漫画の帯みたいな感じのところね、めっちゃなんか、溜め込んでますね。そう、捨てるんじゃなくて、なんか取って置いときたいんですよ。なるほど。ポチ袋にね、全部入ってるの？全部入ってます。あ、でも最初の方捨てちゃったんで、最近の方です、これは。はい、はい、でこれみかんちゃんグッズですよ。あ、この辺はもう見ましたね。はい。これね、書生さんがくれたんです。超可愛い。なんかこれね、なんか友達がいっぱい。そうね。こんな感じでね、もらって超懐かしい。思い出ですね。そうなんです。これも書生さんからもらって、みかんちゃんのこのキーでしょ。キーホルダーでね、なんか腰袋入ってて、やばくない？超懐かしい。懐かしいね。みかんちゃんのキーホルダーがあと2個あるんですよ。これなんかね、プリパラのね、なんだっけ、プリズムストーンだっけ、行って買ったんですよ。この原宿のプリパラ専門店っていうね、プリズムストーンっていうお店があったんです。そこに行って買ったんです。高かったよこれ。1個3600円ぐらいしたよね。だっけ、そんなしたっけ。超高いイメージ。でも高かったよね。超高くて買ったんです。せっかく行ったからみたいな感じでね。そうそう、ちょくちょくは買った。可愛くない？超可愛いみかんちゃん。懐かしいですね。可愛い。こういうこともありましたね。ねえ、いい思い出だ。またでもね、私こっちよりこっち派なんですよ、洋服。そうなの？可愛くない？こっちよりこっちの方が。プリパラやってる人じゃないと洋服とかわかんないから。こっちらがね見るとね、ああ、あのコーデかあのコーデかみたいになるけどさ、ね。ね、なんだっけ PR スペシャルレアプレミアムレア。プレミアムレアだ。あれでもあれアイカツじゃない？あれなんだっけ、プレミアレアとスペシャルレア、あれなんだっけ。え、 PR ってなかったっけ。プリパラレアだこれ。あ、プリパラレアだ。 PR ってのは覚えてたんだけど、プレミアムじゃなくてプリパラレアね。懐かしい。そうだ、懐かしい。もうごちゃごちゃ、アイカツともごちゃごちゃ。そう、アイカツもやってて、うんね。ね、これがね、うんですね、これはね、プリちゃんもちょっとやってて、これ多分、基本プリちゃんが入ってて、で、こっちのね、こっちに多分プリパラが入ってるんですよ。あー、懐かしいね。懐かしいよね。あ、入れ忘れてた。入れますね。プリパラもさ、結構処分しちゃったと思ってたけど、残した。そう、ほぼ全部捨てたんですよ。はい。生き残ってたの、これが。なぜか。で、ってなってもう捨てられなくてさ。もうね、プリパラはね、超でっかい段ボール丸々1個なっちゃって、量がね。そうなんですよ。なんかもう、なんか今までのカードとかね、なんかこれぐらいのね、なんか段ボールにこういう感じのに、そうそう。あとアイカツもあったけど、アイカツプリパラグッズがあまりにもでかくて、でね、いろいろ考えた結果、そう、もう使わないものは処分しようって言って、はい、でちょっとね、アイカツカードのいいカードはちょっと売りにね出したよね。出したっけ？出した、ちょっとだけ出した。でもビビたる感じだけど、やっぱりね、まあね、誰か使ってくれる人が、でもだいぶ昔だよ、もうその時当時、まだやってる当時ね。だよね、本当懐かしいな。まあちょっと話が脱線して、もうプリパラとアイカツの話になっちゃってね、知らない人も多分いるから。次にね、ここなんですけど、ここはもう家族の写真とか学校の友達の写真とか幼稚園の頃の写真とかが入ってるので、ここはじゃあ飛ばしますか。ここはちょっとね、写真なんでちょっと飛ばします。で、次にね、こっち側行きますか。こっちがもうプリパラとかアイカツとか、この辺も前回も見たから、もう飛ばしましょう。見せたいよ。見たよね、前回ね。見てないよ。アイカツ見たじゃん。じゃあプリパラ見せるか。今回プリパラ見せます。あれ、これも見なかった前回。いや、懐かしい、懐かしい。なんでほら、なんでここにソラミスマイラがちょっとね、なんかありますね。で、なんかからのリフィールで、懐かしいね。懐かしいよね。懐かしい、超懐かしいんだけど、なんかすごい分厚いね。なんか一個一個が分厚い。ともちけとかもね、視聴者さんとかもいっぱい送ってくれたし、あれ、ミレイがいないんだけど。懐かしい、懐かしいね。もう懐かしい。でも可愛いね。はい、ということで、はい、以上でございますね。なんかさ、しほりみ以外にもさ、ママのなんかオリジナルキャラクターがいたね。ああ、いたね。マリンとかさ、きなことかいなかった。あ、いた。すごいね。名付けがすごいよね。マリンとかきなことかね。はい、次。これはもうこれがフライングタイガーで買ったこういうやつです。なんか緑とか、こうボードがあって緑、左手で緑とか、なんか右手で黄色とか、これたまにレミとかも遊んでる。そう、たまに友達が来るとこれ出して遊ぶんですけど、こういうのしかないじゃん。そうね。遊ぶのって。もううちおもちゃも全部ね、処分しちゃったからね。だから。こういうのしかなくて、でももう5年生とかにもなるとね、ゲームだったりね、ゲームとかなんかオンラインでゲームしちゃうんですわ、リミは。そうね、もう今の時代そうだからね。もう今の時期特にだよね。もうね。でね、あとはね、これもね、YouTuber さんと撮った時の写真なんですけど、ファミリーイベントの時の。そうなんですよ。一瞬、わあ、懐かしい。ママ写ってないけどね。これ写してもいい人写真だよね。だよね。ここの私。うん。ひまちゃんも。ひまちゃんさんとかね。こんな感じでね、キッズユーチューバーさんがね、なんか映えるんですよ。やば。もうこの頃はこんなに少なかったけど、今もう超いっぱいいるからね。そうなんですよ。クリエイター。この頃これぐらいしかいなかったんだけどね。ファミリーね。ファミリーイベントだもんね。懐かしい。今いっぱいいるよね。もうね。この頃かね、ひまちゃんとめっちゃ仲良くなった時。これが最初じゃない？これ最初か。で、この次の日に原宿行ったよね。あ、そうだ。だよね。感じだったよね。懐かしいね。これバーベキューでしょ、だって。あ、そうだ。その後、この後バーベキュー行ったんだよね。そう。マスオさんと、そうだ。マスオさんが来てくれて。で、なんか、トランプして。そうだよね。で、その後バーベキューだったと思うの。ビンゴとか。そうだよね。超懐かしいんだけど。ちょっとこれはね、もうちょっと映っちゃいけない人もいるかもしれないんで、ちょっとモザイクかけちゃうかもしれないんですけど。ですね。これはね、もう宝物です。はい。でね、あとはもうなんかこういうプラ板とか、ここにね、ほらこんな感じでね、ジップロックっていうのとかがいっぱい入ってて、ここにね、入ってて、あとはね、もうここですよね。これが便箋とかが、こういう100均とかの便箋とかがこういっぱい入ってるんですよ。でもこれも便箋で。なるほど。あれ、これからだ。からじゃん。これが友達からの手紙が入ってて、これもね、学校のやつだと思います。はい。懐かしいね。懐かしすぎるわ。こんな感じですかね、じゃあ。こんな感じですね。ちょっとしまいますね。はい。OK です。はい、終わりですかね、これで。終わりです。はい、綺麗ですね。これを維持できるようにね、しないとね。聞いてますか？はい、聞いてます。はい、以上でございます。はい。はい、ということでね、以上私のこのサンダーの机の引き出しでした。はい。で、もう片付けたんで、もう抜き打ちされた時よりかはね、もう綺麗になってるはずなんですけど、もうマジで綺麗好きの方には、汚くね？って思う方もいるかもしれないです。まだやっぱね、私にとっては、綺麗なんです。これでも断捨離した方なんだけど、なんか捨てられないんですよ、なんか。もしね、違いが前回と違いが分からなければ、はい、ぜひね、その大晦日の方の動画に映ってもらえれば映ってるんで、はい、よろしくお願いします、はい、ぜひ見てください、ぜひ見てください。はい、ということでね、今回はサンダーの机をね紹介してみました、はい、ということで、それではバイバーイ。